同志社大学は、京都府京都市上京区今出川通から須磨東いる、玄武町601番地に本部を置く日本の私立大学である。1920年に設置された、新島城同志社大学の園芸は、1875年、京都、山城の地に開かれた、環境、同志社英学校という私塾であり、明治の六大教育課の一人である。 キリスト新教会各教会組合派の新教徒だった新島城が創設した学び者である。1920年に日本の私立大学では、早稲田大学、慶應義塾大学に次いで最も古い段階で大学令に基づく大学となった。京都府内に2つの校地を有し、現在は14学部、16研究科、学生およそ3万人を要する大規模大学である。 新島城と大隈重信は関係が深く、早稲田大学とは親密な関係を築いている。なお同志社大学と早稲田大学は1年間の国内交換留学制度を結んでおり、双方の学校から留学生が訪れている。同志社へ学校として設立された経緯から国際化を積極的に推進している。文部科学省の定める。 グローバル30に採択された13大学の一角を担い、自己評価として最高評価を得ている。米アマースト大学をはじめとする13のリベラルアーツカレッジが1972年本学に設置したアソシエーテッド教都プログラムという機関が存在し、およそ1450人の留学生を輩出している。 また、米スタンフォード大学が運営するセンターとして1990年には、学内にスタンフォード日本センターが、1989年には、米アイビーリーグの大学など14の大学が、同志社を拠点として、日本文化を学ぶ京都アメリカ大学コンソーシアムが、それぞれ設置された。スタンフォード日本センターでは、a クップ KCJS と別に、 スタンフォードプログラムイン京都を運営している。なお、一般に校歌として認知されている同志社カレッジソングは前述した IB ーリーグの一校であるイエール大学の校歌ブライトカレッジイエールと戦律を同じくする。ただ、イエール大学校歌が1881年に書かれたのに対し、同志社大学は1908年である。この旋律は元はドイツの軍歌である。 ラインの守りからの借用である。米国以外の大学との交流も盛んで、ヘーゲルやケプラーなどを排出したドイツの中便ン,ン大学は1993年同志社大学に中便ン,ン大学同志社日本研究センターを設置。ヨーロッパの大学が日本の大学に単独のセンターを持つのは現在のところ中便ン,ン大学のみである。また、近年、 同志社大学も EU キャンパスを中便現大学に設置し、ヨーロッパでの研究活動の拠点としている。大学間協定締結大学数は46カ国192大学。学部、研究科間協定締結大学数は41カ国163機関である。また、学生交換協定は34カ国145大学と締結している。大学の前身である。 同志社英学校を作るにあたり新島はアメリカ合衆国にある組合派系の海外伝道団体アメリカンボードの力添えを得た。ただし同志社大学はキリスト教を広めることそのものを主な狙いとする大学ではなくキリスト教主義の学校であると説明している。本学における大学生教は1898年に当時本学教員であった。 安倍総ソによって結成された日本最初の学生消費組合に始まる組織である。株式会社格付け投資情報センター、方向性は安定的との格付けを受けている。しかし大学によれば、本格付けの取得、維持は、学外からの資金調達を目的としたものではない。学内の予算は、収入が計432億4100万円前後であり、支出は、 計431億8900万円であると公表されている。同志者の見学精神はキリスト教精神に基づく良心教育である。それは同志社大学設立の C において示されている通り、新島城は見学にあたり、良心を手腕に運用する人物の育成を掲げた。知識教育に偏ることのないよう、キリスト教に基づく特育を並行して進めることで、 両親の全身に充満した人々を排出したいと願ったのである。同志社大学では一国の両親とも言うべき人物を養成するために始まった同志社の教育を今に受け継ぎ、実現するためにもキリスト教主義、自由主義、国際主義を同志社大学における教育理念と定めて、これらの理念に基づく教育活動を実践している。 英学校最初の卒業生1875年に新島城が創立した同志社英学校を前身とする大学。1920年、西日本の私立大学で初めての大学例に基づく旧制大学となった。学校法人同志社の希少性三角形を三つ寄せたもので、国あるいは土を意味するアッシリア文字、無通を図案化したものである。地、徳。 体の三位一体あるいは調和を目指す、同志者の教育理念を表すものと、解釈されている。考案者は、夕朝半月。同師者チアーワン、ツー、スリー、プーアレウィー、ラ、ラ、ラ、同師者ワン、ツー、スリー、プーアレウィー、ラ、ラ、ラ、同師者ワン、ツー、スリー、プーアレウィー、ラ、ラ、ラ、同師者学部進学部そのルーツは、 同志社営学校に設けられたアマリカに求められる。その後幾度かの名称変更を経て1904年に専門学校令による同志社人学校、1912年に専門学校。同学科は15年戦争期におけるキリスト教団圧や神学校大行動などの逆風の下でも名脈を保ち、終戦後の1947年に旧聖神学部、 翌年申請進学部となった。その学風は、新島城や j d デイビスらによってもたらされた、ニューイングランドのピューリタニズム、熊本バンドの思想的根幹となった自由主義進学。昭和初期に、足田敬司や大塚節次らによって植え付けられた、弁償法進学が、混然一体となったものと評された。1999年に進学部進学科と、明示される。 日本キリスト教団認可神学校だが、現在は特定教派の牧師養成のみを目的とせず、一神教を中心に幅広く宗教を学べる学部となっている。キリスト教神学のみならず、ユダヤ教、イスラーム関連科目が設置されていることも特徴。卒業後の進路は、他学部と変わらず、一般企業への就職が多い。以前は1、2年時は、 京田鍋高知で学び、3、4年時は今出川高知で学んだが、2009年度より、全学年を今出川高知へ統合。文学部名もともと文学部には、英文学科、文化学科、社会学科が存在したが、2005年度より、社会学科が社会学部へ改祖されたのに伴い、文化学科の各専攻が学科へ改祖。以前は一二年時は、京田コーチで学び、 3、4年時は今出川高知で学んでいたが、2013年度から全学年を今出川高知に統合。副専攻の制度を設けており、希望者は2年次から各コースの履修を始める。社会学部、現在の社会学部の前身は1941年4月に設置された文学部文化学科構成学専攻。1944年10月に、 法文学部構成学科に改祖され、1946年4月に文学部社会学科が誕生する。その後、2005年度に社会学部へ改祖された。以前は1、2年時は京田鍋高知で学び、3、4年時は今出川高知で学んだが、2009年度より全学年を今出川高知へ統合。主に新町キャンパスで学ぶ。 法学部1891年に同志社製法学校が開校したが1904年に廃止される。現在の法学部の前身は1912年に専門学校令による同志社大学に開設された政治経済部である。1919 19年に政治経済部を法学部と称。千九百二十年には大学令による同志社大学に昇格し、 法学部政治学科が誕生した。1944年に同志社、専門学校高等英語部と法律経済部が統合され、同志社外事専門学校が設置される。また、同年に大学令による同志社大学の文学部と法学部が統合され、法文学部法系学科となるが、2年後の1946年に法系学部へと再分割され、 1948年には、新生学部として法学部が置かれる。そして1949年に、同志社外事専門学校は、同志社大学に、九州。1952年に、専門学校は廃止され、同志社で、政治、法律を学ぶところが一本化される。以前は1、2年時は、京田鍋高知で学び、3、4年時は今出川高知で学んでいたが、 2013年度から全学年を今出川高知に統合。ゼミは必修ではない。第2部は2004年3月廃止。経済学部良心館1891年に同志社製法学校が開校し理財科が置かれたが、1904年に同志社製法学校は廃止される。現在の経済学部の前身は1912年に、 専門学校例による同志社大学に開設された政治経済部である。1919年に政治経済部を法学部と解消。1920年には大学例による同志社大学に昇格し法学部経済学科が誕生した。1922年に専門学校例による同志社専門学校に政治経済部が置かれる。 1944年に同志社、専門学校高等英語部と法律経済部が統合され、同志社外事専門学校が設置される。また、同年に大学令による同志社大学の文学部と法学部が統合され、法文学部法系学科となるが、2年後の1946年に法系学部経済学科へと再分割され、1948年には、 新生学部として経済学部が置かれる。そして1949年に同志社外事専門学校は同志社大学に九州。1952年に専門学校は廃止され、同志社で経済を学ぶところが一本化される。1999年に経済学部経済学科と学科名が明示される。専門科目のほとんどが週に2回の4単位の授業で、 カリキュラムが構成されている。一年次春楽器に、基礎ゼミナールという必修の少人数制、ゼミ形式のカリキュラムが組まれている。本格的なゼミは二年次秋楽器より、履修可能で、必修ではない。そのため、卒業論文も必修ではない。ゼミの数はおよそ50で、各ゼミの人数にかなりばらつきがある。以前は1、二年次は、京田鍋コーチで学び。 3、4年時は今出川高知で学んでいたが、2013年度から、全学年を今出川高知に統合。第2部は2004年3月廃止。ース制は2005年4月廃止。副線攻制度を設けており、希望者は2年春学期に申請する。小学部市生館現在の小学部の前身は1922年に、同志社専門学校の再編時に開設された高等。 商業部である。その後、1930年12月に高等。商業部は、同志社高等商業学校として独立。戦時下の1944年に、同志社経済専門学校に改称される。1949年に同志社大学に小学部が開設され、1949年に、同志社経済専門学校は、同志社大学小学部に吸収され、 同志社経済専門学校は1952年に廃止される。1999年に小学部小学科と明示される。一学年の人数は約800人強で、早稲田大学、慶応義塾大学などと比べ、小規模な単位での授業が展開されている。ゼミは2年次秋学期より、履修可能で必修ではない。そのため、卒業論文も必修ではない。 小学部のカリキュラムが2007年度の特色 GP、学生と教員の幸せな出会いを目指す導入教育大規模学部における組織的教育改善とその効果の測定として採用された。以前は1、2年時は京田鍋高知で学び、3、4年時は今出川高知で学んでいたが、2013年度から全学年を今出川高知に統合。 第2部は2003年3月廃止。政策学部2004年に55年ぶりに新設された学部。法学、経済学、社会学などの特定の分野に偏らず、社会科学の幅広い領域を学ぶことができる。全学年を今出川高知で学ぶ。文化情報学部2005年に開設された学部。これまで自然科学の分析対象ではなかった文化を、 データサイエンスという手法で探求する分離融合の学部。全学年を京田鍋コーチで学ぶ。選択科目は文化クラスター科目、データサイエンス科目などで構成。文化クラスター科目は文化科目、言語科目、人間行動科目、人間社会科目に分かれ、データサイエンス科目はデータ分析科目、基礎数理科目、情報、コンピュータ科目に分かれる。 理工学部、ハリス理科学校ができた1890年の写真。右の建物が、ハリス理科学館、左が同志社礼拝堂、左端が、アキラ坂江館で、現在すべて重要文化財になっている。理科学館中央の天文台は、農病地震の後1893年に、撤去された。1890年に同志社、ハリス理科学校が開校。 その後1892年に同志社、ハリスリカ学校、1897年に同志社高等学部、ハリス理科学校に名称変更される。1904年に同志社高等学部文科学校と合併し、専門学校令による同志社専門学校が設置されるが、1912年に廃止される。現在の理工学部の前身は、1944年に、 設置された同志社工業専門学校である。1949年には同志社大学に工学部が設置され、1954年には夜間の第2部も設置される。1962年に電気学科を電気工学科、機械学科を機械工学科に改称1963年3月に第2部は廃止され、1963年4月から、 電子工学科、機械工学、第二学科、科学工学科が増設される。1994年には、工学部を、全学科を、京田鍋高知に移転し、知識工学科を増設し、機械工学科を機械システム工学科、機械工学、第二学科を、エネルギー機械工学科、工業科学科を、機能分子工学科、科学工学科を物質化学工学科に改組。 全学年を京田鍋ーチで学ぶ。2008年度より工学部から開祖。生命科学部全学年を京田鍋ーチで学ぶ。2008年度に開設。スポーツ健康科学部全学年を京田鍋ーチで学ぶ。2008年度に開設。心理学部2009年度に文学部心理学科を心理学部へ開祖され、今まで2年生まで京田鍋。 それ以降は今出川で分離していたが全学年を京田鍋へ統合。グローバルコミュニケーション学部2010年度に開設。全学年を京田鍋コーチで学ぶ。英語コースではアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国13校。中国語コースでは中国、台湾の計算校のいずれかへの留学を必修としている。 グローバル地域文化学部2013年度に開設。全学年を今出川高知で学ぶ。研究家進学研究科1950年に修士課程が開設され、1953年に博士課程が開設される。日本で最も長い歴史を持つ進学教育機関。現在は博士課程の前期課程と後期課程がある。 文学研究科1950年に修士課程が開設され、1953年に博士課程が開設される。2005年度に文学研究科と社会学研究科に分割される。現在は博士課程の前期課程と後期課程がある。社会学研究科2005年度に文学研究科より分割される。博士課程の前期課程と後期課程がある。 法学研究科1950年に修士課程が開設され、1953年に博士課程が開設される。現在は博士課程の前期課程と後期課程がある。経済学研究科1950年に修士課程が開設され、1953年に博士課程が開設される。現在は博士課程の前期課程と後期課程がある。 2012年度まで前期課程の両選考には研究職コース、政策分析コース、国際比較コース、キャリアアップコースが設けられていた。小学研究科1950年に修士課程が開設され、1953年に博士課程が開設される。現在は博士課程の前期課程と後期課程がある。 総合政策科学研究科1995年に独立研究科としてスタート。2009年に5年一貫性の技術、革新的経営専攻を併設した。2012年11月以降は、今出川高知、カラスマキャンパスのしだか館で学ぶ。文化情報学研究科2007年度に、博士課程、博士課程が開設される。 理工学研究科1955年に修士課程が開設された2012年に工学研究科から理工研究科に解消博士課程の前期課程と後期課程がある生命医科学研究科2008年度に開設博士課程の前期課程と後期課程があるスポーツ健康科学研究科2010年度に開設博士課程の前期課程と 後期課程がある。心理学研究科2009年度に文学研究科心理学専攻を心理学研究科へ改装。博士課程の前期課程と後期課程がある。グローバルスタディーズ研究科2010年度に開設今出川高知、カラスマキャンパスのシダ館で学ぶ。博士課程の前期課程と後期課程がある。脳科学研究科2012年度より開設。 医官生博士課程。京田辺高知、学研都市キャンパスに設置されていたが、2015年2月から京田辺に統合。司法研究科専門職学位課程。法科大学院。2004年度に開設される。今出川高知、室町キャンパスの看売館で学ぶ。看売館には模擬法廷や24時間使用できる自習室が設置されている。 2017年度の新司法試験の合格者数は全国で14位。合格率は17.9%。ビジネス研究科専門職学位課程。2004年度に開設される。今出川高知、室町キャンパスの販売館で学ぶ。2009年秋よりすべての授業を英語で実施するグローバル MBA プログラムが設立される。 アメリカ研究家1991年度に日本で最初のアメリカ研究の独立研究家として修士課程を開設。1993年度に修士課程を博士課程と解消し、博士課程を増設。2010年に募集停止。別科短期大学部同志社大学では1950年から1958年まで同志社大学短期大学部が存在し、 学生募集は1953年度まで行っていた。1954年度より、同志社大学の分、法、経済、省、工の各学部に第2部を設置するに伴い、短期大学の学生募集を停止し、1958年12月10日をもって廃止。それぞれ2部に改組させる。付属機関以下の付属機関は2018年4月、現在、 図書館同社の図書館の歴史は1876年に図書縦覧室を設け、創立者である新島城が自らの書籍を公開、貸し出ししたことが始まりである。1887年に初代図書館が完成。当時この図書館は日本で最大であった。1915年に二代目図書館が完成。1920年に 現在の広明館本館が完成した。1973年に現在の今出川図書館が完成。1986年に京田鍋高知開校に伴いラーネット記念図書館が完成。ラーネットという名前は同志社大学初代学長のドワイトホイットにラーネットから来ている。年表21世紀 COE プログラム21世紀 COE プログラムとして 2件のプロジェクトが採択された。私立大学戦略的研究基盤形成支援事業2007年までは、私立大学学術研究高度化推進事業、三間学連携教育協田辺高知同士社ローム、記念館同士社大学は様々な方法で三間学連携による教育を行っている。教育制度採択されたプログラム以下のプログラムに採択されている。 見学の精神がキリスト教に基づいており、キリストの教えや見学の精神に反することは研究及び教育の場でも制限を受けると考えられている。同志者の教育理念としてキリスト教主義、自由主義、国際主義が掲げられているが、前提は見学精神としてキリスト教精神に基づく良心である。大学生が人口の1割という多さの教都市は、 伝統的に大学生に親しみが強く同志者の学生のことを同んと呼ぶ。そうした京都の暖かい目に育まれる学生生活を同志社大学の学生は送っている。京都鍋コ高チゴルフ練習場同志社大学で活動する団体は学生支援センター登録団体、学友団公認団体とその以外に分けられる。新入生入学時期には 各団体のオリエンテーション機関が設けられており、各団体は、コーチ内に設けたブースで、新入生に参加を呼びかけている。こうした団体の紹介に、専門のフリーペーパーを発行する団体も存在する。同一スポーツでも、複数の団体が存在するため、同志社大学内の団体のみが加盟する同志社、テニスリーグ、D リーグなどといった連盟が存在する。 同志社大学の学園祭は、今出川キャンパスで行われる、同志社、イブと京田鍋キャンパスで行われる、同志社京田鍋祭がある。どちらの学園祭も、地域社会に開かれている。ラグビー部スポーツは、大学スポーツ協会には参加していない。体育会の一覧同志社交友会、京都市上京区同窓会、今出川コーチは、京都市上京区にある、今出川キャンパス、新町キャンパス、 室町キャンパス、カラスマキャンパス、次士官がある高チ、人文、社会科学系の研究拠点である。洋風で統一感のある校舎群が美しい。今出川キャンパス。今出川キャンパスは、旧札間藩邸の跡地で、同志社英学校時代から利用されている。隣接して、霊前や南に、京都御所、北に、小国寺がある。今出川キャンパス内では、 同志社礼拝堂、クラーク記念館など5棟が国の重要文化財に指定されている。これらの建物は現在でも講義、事務所、礼拝等に使用されている。新町キャンパス1959年に旧日本電池本社跡地に設置されたキャンパス。2005年や秋には政策学部と社会学部が主に使用する臨交館が改築、完成した。 林交館は御設計の一つのこの駅の邸宅の跡地でもある。また、サークル活動の拠点にもなっている。室町キャンパス。室町キャンパスは、カラスマ2を挟んで、今出川キャンパスの向かいに位置している。旧大学会館跡地であり、2004年3月の完売館完成時に命名され、完売館一棟のみが、室町キャンパスと呼ばれる。法科大学院。 ビジネス大学院総合政策科学研究科が主に使用している。カラスマキャンパス。カラスマキャンパスは今出川キャンパスより北に300メートルの位置にあるシダカ館という校舎一棟で成立しているキャンパス。2010年10月に京都市施ミ技術センターの跡地を購入し、2012年11月から使用を開始した。使用学部研究科は 国際教育インスティチュート、グローバル地域文化学部、総合政策科学研究科、グローバルスタディーズ研究科である。キャンパス内には、日本初となる、キャンパス内交番を設置している。キャンパス敷地内に設置されている、京都府警察課未行警察署上五霊前交番には、トラブル防止のための学生に対する監視、管理、威嚇の役割が期待されているとし 学生による建設反対運動が行われた。京田鍋コーチは、京都府京田鍋市の京田鍋キャンパスを中心としたコーチ京田鍋市のたたらキャンパス、相良郡の学研都市キャンパスを含む、理系、スポーツ系の研究拠点であり、体育会系の活動拠点でもある。京田鍋キャンパス、京田鍋キャンパスは1986年に、 同志社女子大学京田鍋キャンパスと同志社国際、中学校、高等学校に隣接する79万平方メートルの給料に開校されたキャンパス。この地は、慶大天皇のつつ宮の伝承が残る。開校当時は、全学部の1.2年次教育を担っていたが、1994年工学部が全面移転したことを皮切りに、理系拠点としての整備が進み、理学、 工学、生命科学、情報学系、心理、体育、外国語学系の全学年と、文、法、小、経済学部の1.2年次教育が展開されていた。2013年4月より、文系学部は、今出川キャンパスに移転し、主に理系学部のキャンパスとなる。タタラキャンパス、タタラキャンパス本館京都厚生年金休暇センターの後を購入したもの。 名称公募により2010年4月1日に命名される。ホテル棟は留学生等のための宿泊施設に活用されている。スポーツ施設は課外スポーツ活動の充実を目的としているが、可能な範囲で一般学生、留学生、教職員に無料で開放され、地域住民も有料で使用が可能である。千二十一年三月末で運営終了。 学研都市キャンパス学研都市キャンパス正門2005年12月にキャノンエコロジー研究所跡地を買収し設置。隣接する学研都市病院などとの移行分野における相互、協力、連携を含む新たな理工系研究施設として活用する。現在は主に農科学研究科が使用している。敷地面積は約5万平方メートル、建物面積は 約8500平方メートル。総合政策科学研究科ソーシャルイノベーション研究コースの学外キャンパスとして位置づけられている。岩倉高知現在の同志社小学校、中学校、高等学校が位置する土地は、かつて旧制の同志社高等商業学校の高知として使用された後、同志社大学の運動施設が置かれていた土地である。同志社大学の学生寮は、 居住する学生自身によって管理、運営される点が大きな特徴である。あくまで学生の自主管理であるため、大学が後半に管理を行う一般的な学生寮のイメージとは異なっている。同志社大学では、こうした学生が自主管理を行う考え方を自治理念と呼んでいる。自治理念とは、土地や建物は大学の施設であるものの、その管理、運営は、 居住する、両性自身によって行うという考え方である。実際、寮の管理、運営における大学との関係においては、自治精神を重視し、一定の緊張感を保った交渉を行っている。同志社大学内では、自治理念に基づいた寮であるため、学生寮のことを自治寮と呼んでいる。自治寮という考え方については、学生運動の流れを組んでいる。 昭和時代の学生運動が盛んな頃、日本全国の大学には自主独立の機運が存在、同志社大学の学生寮においても、このような理念が創出され、自治を重んじる風潮が生まれた。なお、1990年代以降における、学生寮と同志社大学の関係は良好である。また、過去には、大学の設置者である、学校法人同志社の理事にも、両出身者が存在しており、 2004年においても、理事を招いての式典等が開催された。アーモスト寮のあった、アーモスト館。ウィリアム・メレル・ボーリズの設計で、国の登録有形文化財これらの寮のほかに、大学が管理、運営する寮が存在する。リチャーズ・ハウスのように、外国人留学生と日本人学生が共に、生活を行う、女子寮や、部活が管理する寮、大学が既存の施設の一部、 または、全部を借り上げているものが存在する。海外協定校2019年1月現在、大学間協定を46カ国190大学、学部、研究科間協定を39カ国155、機関と提携を結んでいる。群馬県にある、新島学園は、同志社の創立者である。 新島城の理念に共感した湯浅正嗣がその理念をもとに設立した学校で理念は共有しているが新島学園を同志社が設立したなどといった関係ではない。しかし同志社大学への推薦枠を持ち中学校、高等学校間で交流が行われている。学校法人同志社が設置する小学校は大学を頂点とした大学付属学校の形態を取らず、 独立の学校群として位置づけられている。なお、同志社小学校、同志社国際学院諸等部、国際部に限り、同志社大学の付属校である。ありがとうございます。